文字ボタンをクリックすると文字入力の画面が現れます。左揃え、中央揃え、右揃えとありますが、文字をどの位置に貼り付けるか選択します。センタリングするよう中央揃えを選んでみます。あいうえおと入力します。マウスの先に文字が表示されます。文字を移動してクリックしてください。すると角度とセンタリングするときの幅が出てきますので、指定してクリックしてください。編集画面に行きますと、文字の回転、移動はもちろんのこと、文字の大きさや形も変更できます。文字を選択し、文字属性を入力してください。文字のフォント、文字の太さなどの設定、サイズが変更できます。円弧1を選択します。まず円弧の中心になる点をクリックします。マウスを動かしてください。半径の大きさをクリックします。するとそこが円弧の起点となり、そこから左回りに円弧を削除します。もう一度マウスをクリックした点が円弧の終点となります。円弧には曲線の弦を指定し、円弧を書きます。弦の起点終点を指定します。マウスを左右に動かしてください。弧が出てきますので、程よい大きさになったらクリックします。まず、一つは採石ボタンをクリックします。二通りの採石、コンクリート、砂のパターンを用意してあります。採石を選択して書くと、このように基礎採石となります。二つ目の方法は、矩形を選択します。次に、線種と線幅を指定します。線種は実線で良いのですが、線の太さを3ポイントに設定してみます。基礎採石ですから、採石の絵も描きましょう。1ポイントに戻します。採石ボタンをクリックしてください。多角形指定をクリックし、OK ボタンをクリックします。このように四角で囲むと、あたかも採石に似ている多角形を発生させます。この機能を使ってこのように採石を記載していく方法があります。既存の豆図を利用して、ユーザー豆図を作ってみます。追録ボタンをクリックし、ここにユーザー特攻ボタンをクリックします。新規作成をクリックし、選択ボタンをクリックします。既存の豆図を利用するを選択し、OK ボタンをクリックします。ひな型豆図を選択します。追録ボタンをクリックし、LO 外挙光ボタンをクリックします。ここでは、右側にある円形側光を選択し、豆図を作成し直します。連続線ボタンをクリックします。外径の形を変更します。
方線1ボタンをクリックします。作成した外挙の厚さに寸法線を書きます。寸法線名称を入力します。ここでは T3 と入力します。 OK ボタンをクリックします。基準高ボタンをクリックします。作成した外挙の高さに基準高を書きます。基準高の名称を入力してください。比較値入力ボタンをクリックします。 T3 の下限に30、 K2 マネズ名称を入力します。ここでは速攻と入力します。 OK ボタンをクリックします。終了ボタンをクリックします。